国土劇場は、かつて存在した大韓民国の映画館である。1913年1月1日、日本統治時代の朝鮮の京城府小金城の黄金遊園地内に映画館を黄金館として開館した。黄金演芸館とも呼ばれる。1929年には、東跡も落部と解消。その後、1940年前後には、慶城宝塚劇場と解消した。 第二次世界大戦終了後は日本人による経営から離れアメリカ軍が接収した。1948年に国土劇場と解消1954年5月14日、韓国民愛の手に戻された。1999年に閉館、解体された。1913年1月1日。 日本が統治していた時代の朝鮮の慶城府小金町を4丁目310番地に黄金館として開館した。当時の小金町は日本人街として知られ、同館は黄金遊園地の中に作られた。黄金園芸館とする資料も存在する。1925年に発行された日本映画年間賞十13.4年によれば、1917年5月に、 約5万円を投じて洋館に改築されており、敷地は600坪。当時の道館の所有者は田村峰、支配人は南郷君都市、工業系統は帝国キネマ園芸、観客定員数は1500名を収容し得る大きな劇場であった。当時の道館の従業員数は35名、うち映画説明者が5名、学士が7名であった。当時の同館では肉弾。 カゴノトリ、ラバタイユ等が上映され、好評を博したという記録が残っている。黄金館時代に上映した黄金京時代昭和に入ると所有者は、田村のオブ、支配人は、早川古衆工業系統は、東秋ネマ、パラマウント映画、ユニバーサル映画に変わっており、当時の同館では、菊池博士、第二の接吻を原作とした、京子と、静子、十回、 黄金橋時代等が上映され、好評を博した記録が残っている。1929年には、東亜とも楽部と会消。所有者は田村信から、東亜キネマの直営になって支配人は佐々木健之介に代わり、工業系統は、東亜キネマのみ、観客定員数も1000名になっている。1935年には、鉄筋コンクリート作りに改築され、大理石で作られた。 宮殿風のこの建物は、道館が閉館するまで使用された。この新築以降の観客定員数は1136名で、ある。1940年前後には、京城宝塚劇場と解称、東方映画の劇場部門の直営館になっている。第二次世界大戦が始まり、戦時統制が敷かれ、1942年、日本におけるすべての映画が、 同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、映画館の経営母体に関わらず全ての映画館が、クレナイ系、白系の2系統に組み入れられるが、映画年間昭和17年版には、同館の工業系統については記述されていない。1945年8月15日、第二次世界大戦が終了し、 同年9月8日から1948年8月15日に大韓民国が建国されるまでの間は在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁がこの地域を統治した。同会はアメリカ軍が接収して軍が使用した。大韓民国建国の頃に国土劇場と会称、韓国民愛の手に戻されて改修の後1954年5月14日に再開館した。 1955年には、同館で、春家電が公開され、同国の映画史に残るヒットとなった。1968年7月16日に、公開された、青春映画、憎くてももう一度も、同劇場で上映されており、その他多くの韓国映画が同館で公開された。1974年4月26日に、 公開された当時韓国映画史上最大の興行収入を樹立した星の故郷1975年2月11日に公開された四者の前世時代といった韓国映画の代表作が同館で公開されている。しかしながら1990年代に入ると同館は市内田地区、ただたけ等の映画館に押されるようになっていった。 道館の建物の解体と再開発を報じた2000年頃にはすでに休館同然の状態に入っており、1999年9月末には解体に入ったという。ソウル市当局が道館の再開発を禁じ、道館の建物を文化財に指定する旨の通達を出したのは、すでに解体が始まった同年10月4日であった。照明大学校のチョヒムン教授は、 同建物の歴史性や遺憾を考えれば、保存されるべきであったと述べた。現在は跡地にベストウエスタン国土ホテルが建ち、同館が存在したことを示す石碑が建っている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます形状。宝塚劇場に関するカテゴリ。ありがとうございます。